なんかこう絵画って一つしかない価値みたいなのをやっぱこう皆さん重要視しているような気がして、私はその大量生産するものを使って一つしかないものを、まあ、肉質で描いてるんで、価値のいかに曖昧な部分とかをなんかこう作品を通して問いにしてるっていう感じです。必然と偶然が生み出す曖昧で唯一無二の価値を。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家大沢春、ミレニアル世代と Z 世代の狭間に生まれ、時代の変化を目の当たりにしてきたからこそ彼女が感じた不完全さ。私もなんかそのもう高校生ぐらいの時とかにはスマホもみんな持ってましたし、普通にパソコンもあったし、でももっと掘り下げるとこうブラウン管のテレビとかもギリギリまだあったんですよ。なんかそういうものが便利にはなってってるけど、そのものを作るのも人間なんで完全なものじゃないじゃないですか。どんだけ機械が便利になっても必ずバグがまだ起きるっていう、便利ってじゃあ一体何なのかみたいな、物とか現象で不可能性とか不完全性がまだつきまとってしまうなっていうのを結構私は制作しながら考えてますね。確実だと思っていたものが起こすバグ、しかしそれは同時にたった一つという価値を生み出す。だからこそ彼女の制作に欠かせないもの、コピー機とかって結構ペーパーレス化も進んで、ただ置物になってってるというか、なんかそういう、なんだろう、象徴的なものだったものがこう廃れてってる瞬間でもあるなみたいな、これをなんか作品で活かせないかなと思って、露光するガラスの部分に直接インクを垂らして、まあ、引っかいたりこすったり動かしたりしたものを印刷して、その印刷したものを肉質でもう一度復元するっていうことをやってますね。なんか機械を持って一回壊してくれてるというか、複製で壊したものをまた人の手で複製する、そんなループが作り出す曖昧な価値を問い続ける画家大沢春の尽きることのない挑戦。便利なものも消えてったものもなんかこうよく見てきた気がしたんですよ。で今は AR とか NFT とか漠然としたものに価値を付け出してるというか、すごい狭間にいるなって思って、今だからこそ大量生産できるものなのに大量生産させないみたいな、無意味といえば無意味だけど、なんかこうその時代の流れとかも展開していきたいなと思ってますね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は造形作家江頭誠のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。